マンフレイト・ショーフはドイツのジャズトランペッターである。ショーフはマグデブルクで生まれカッセル・とケルンで音楽を学んだ。彼はヨーロッパのフリージャズの創設者の一人でありアルベルト・マンゲルスドルフ、ペーター・ブロッツマン、マルゴルドロン、イレーネ・シュバイツァーと共同で活動した。彼は現代音楽の作曲家ベルントア・アロイス・チンマーマンのオペラ作品、兵士たちを 自らの解釈で演奏した。ショーフは、様々なジャズ賞を受賞し、ドイツ音楽著作権協会に参加している。2007年以来、ユニオンドイチャ・ジャスム・ジーカーの会長を務めている。また、彼は1990年以来、ケルンで教授を務めている。グラハム・コリアー・スタンゲッツ、フランシー・ボラン,ン・ザ・ケニー・クラーク、フランシー・ボラン・ビック・バンド・ジョルジュ・グランツ・コンサート・ジャズ、 バンドジョージ・ラッセルではモチーハールトリオ、アイリーン・シュバイツア・トリオ、マンフレッド・シュフ、バーン・ニー・ウィラン・マル・オールド・ロンクインテッド、ありがとうございます。